ていう人がいるんですけども、まあ、動画制作ですね、ライバルがもうすでに多いんですよ。まあ、YouTube がコロナ禍、2020年からさらにですね、まあ、巣ごもり需要ってことで広がったので、動画を作るっていう人が増えたことで、動画制作、まあ、動画編集とかですね、そういった仕事っていうのは増えたんですけども、まあ、当然、仕事が、やる人が増えると単価が下がるってことで、なかなか難しいかなと思います。あと、労働収入的ですよね。なので、これはですね、ご自身で作れるのであれば、ある程度のテンプレートを作って、どんどん量産してですね、こういう短い動画で、どんどん集客をして、ご自身のサービスを売る。まあ、動画制作の方法をまとめて、それをパッケージとして売るっていうのが一番いいかなと思います。まあ、教育ビジネスっていうのが結果的にはですね、一番儲かる、まあ、稼げるっていうことになるので、あなたが作業をすることから離れ、いかに早く離れられるかっていうことですね。まあ、動画を上げることで、稼ぎたいと、海外に